音が鳴るだけ。吉、2番目にいい運勢です。知ってる？ロリこんにちは、松尾田です。今日はですね、ラム&レムハッピーバースデーということで、リゼロから始めるラムとレムの誕生日生活コレクション2019と長いなというのが情報が入ってきましたので、こちらちょっとね共有していきたいと思います。リゼロレム大好きな僕としてはね、嬉しいイベントでございます。でね、どういうものかというと、これなんかくじらしいですね。1回700円のくじが2月1日の11時から22日の16時59分、まあ約5時ぐらいまで引けると。商品ラインナップなんですけど、 S 賞アプリケクッション、当選確率が100分の2、全2種。これどういうことでしょうね。100分の2ということは、これ100回引けば全部引けるのかな。これでも100回引いたらいくらだ。7万、まあ7万ぐらいだったらいいか。100回引いたら全部揃うのか、多分ね。わかんないけど、ごめんなさい。 S 賞クッションはあんまり欲しくないですよ。かさばっちゃうからね。フェイスタオルもいらない。 A 賞ね。 B 賞ポーチ、ポーチもいらないかな。でもね、この絵柄が可愛いですよね。イラストが可愛いので欲しいというか、これね、僕領収書入れとかに使えそうですね。 C 賞スタンド付き、ビッグ缶バッジ、これもいらないですね。ちょっと缶バッジもあんま欲しくないんですけど、でかいとなるとさらに場所取るんでね、僕場所取るのはあんまり好きじゃないんですよね、フィギュア以外は。で、 D 賞ラバーストラップ、これが一番いいですね。可愛いですよね。ほら、6種類とシークレット、ここが一番解消みたいですね、 D 賞がね。で、その次がリツイートキャンペーンということで、アプリケクッションセットが5名ラッキーゲットキャンペーン、10連セットをご購入いただいた方の中から 1% の確率で超ビッグタオルプレゼント。いらないな。でもこれ 1% ですもんね。キリバンキャンペーン、フェイスタオルセットプレゼント、スペシャルイベント、渋谷マリニテイベント開催。これね、ちょっとこの次情報紹介していきますけど、ちょっとその前にね、こっちをちょっと引いてみましょう。これね、1日1回、あ、これ当選するの何か、あ、1回無料と100円引きクーポン。じゃあちょっと引いてみよう。お、喋るかと思ったら喋らないのね、これね。音が鳴るだけ。吉、2番目にいい運勢です。知ってる？松尾田道中記。次なんですけどね、 D0 から始めるラムとレムの誕生日生活2019 in 渋谷マルイということでね、これも2月1日からです。2月17日までやってるみたいですね。ちょうどね、11日から13日まで東京にいるので、この間にちょっと行ってみましょうかね、渋谷マルイまで。これキラキラステッカーが1000円以上の購入でプレゼントと。これランダムですかね。あ、ランダムで書いてありますね。原作者長月達平先生の書き下ろし SS 小説を、原作者の書き下ろし SS 小説をプレゼントと。小説を3000以上購入で1会計ごとに1冊。また書き下ろしがついてくるの。これ2月2日は特別仕様のシャンメリーを特典。なるほど。5000以上購入で1本、フォロー&リツイートキャンペーン、22名様に1000円相当の関連グッズ。あ、これいらないな。そもそもね、ツイッターは使いたくないので、まあこれはいらない。商品一覧ということで、バースデーセット2019 1万円ですね。これ何がついてんだと。デザイン T シャツ、これね、 T シャツとブランケット、モフモフのブランケット、留め具がついて使いやすい、これかと。書き下ろしキャンバスアート、これだな。で、トートバッグ、この小さいのはなんだ、あ、バースデーカードか。これがバースデーカード。これまあ1万円、どうだろう。まあ絵柄がね、さっきから言ってますけど、絵柄が可愛いので、でこれ原作の絵柄だからですね、なかなかいいですよね。で、あとこっちが商品と缶バッジとクリアファイル3種セット。あ、クリアファイル欲しいな。クリアファイルね、結構ね、契約書とかのやつでね、使うんでね、クリアファイル欲しいんですよね。で、アクリルスタンド機、僕ね、まあ毎回言ってますけど、アクリル大好きなんですよ。だからこれ欲しいですね。この多分レムラムと2つ欲しい。布ポスターはあんまり欲しくない。タペストリーいいね。最近ね、ポスターをね、部屋の中に貼るようにしてるんで、タペストリーもいいかなと思いますね。で、スタンド付き記念色紙、これいいですね。ラムレムラムネ、可愛い。ステッカー付きって書いてある。787円、結構高いね。ラムネなのに。レムラムネの方が良かったんじゃないかな。いや、別にどうでもいいけど。フリクション3本セット、あ、フリクションね、はいはい。パーカーとスタッキングタンブラー、あ、これいいですね。これも欲しいな。キーリング、アクリルでしょ、これ。アクリル、いいね。クリアパスケース付き、ピーカー、これもいいですね。使うかどうか分かんないですけど、これ結構いい。レムラム、ラムレムだらけのリュック、リュックもそんな欲しくないかな。別に、これ痛いでしょ、これ下げてさ、会社の社長として、代表としてよ、打ち合わせとか商談とか言ってさ、これで言ったらもう痛いでしょ、完全に。フルカラーブックカバー、あ、ブックカバーいいね、可愛いね、2つともね。小説ちょっと読むのって結構読むんでね。メタルブックマーク、あ、これも欲しい。あ、結構欲しいな。多分5万円ぐらいあれば全部足りるかな。あ、文庫本ケース、あ、これも欲しいですね。
本棚がうちあるからね。うん、これなかなかいいんじゃないでしょうか。ということでね、今回はね、レムちゃんとラムちゃんのね、まあいつもね思うんですけどね、これレムちゃんラムちゃんってが言いやすいですね。ラムレムってちょっと言いにくいんですよ、なぜかわかんないですけど。でも順番的にはラムレムなんですよね、ラムちゃんレムちゃんの誕生日のイベントに関してでした。こちらね、ブシロードさんからですね。ということで、またくじを引く時になったらね、またあの動画にしますので、ぜひね見てください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、さようなら。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。